ここに心臓があるとしますやろ。心臓はずっと私が生まれた時からお母さんのお腹の中からずっと生まれて死ぬまで動いてくれてますね。でこの周りに膜があるわけです。私が言ってるような心臓がそのままポッとあるわけじゃないです。膜があるね。そしてこのところへですね、心臓が破裂してたらこの周りに血液やとか血小が上に出る。血小というのは皆さん試験管がこうあってここに血液を入れる、赤いね。だけどその上の方に透き通った部分ができる、これ血小というんですわ。怪我したりしたらなんか白いものが出てきて、透き通ったもの出てきて固まってくれて、それ以上血が出ないように作られてるね。あれずーっと出たらもう病気ですよね。血友病というんじゃないの。普通は幸いそこで止まる。イエスはすでに死んでたんです。心臓止まってますからね。人類の罪を背負った、引き受けて神からの裁きを受けたって意味です。イエスは我らに代わって自分の罪のためじゃない、で息を引き取ってたんです。でそれをローマの兵隊がブサッとついて引き抜いた。だ血と水が出たとか言った。だ水って言ってますけど、いわゆる水じゃない、結晶なんです。透き通ったものがブッ出てきたんです。それを言ってるんです。これ3ページの真ん中の段の左隅34、しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。水じゃないって言ってる、結晶ですね、はい。で38、その後でイエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとローマの総督ピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエとを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。このニコデモという人についてまたいつの日にか詳しくお話しますが、イエスが30歳頃会ってるんです。でパリサイ人という当時のユダヤの指導者のニコデモと話をしている会話が新約聖書に記録されている。今日はそこまでいかないけど、その時にその時のことですよ。この39、じゃあその後イエスが十字架で死んだ時、39、前に夜イエスのところに来たニコデモももつ薬とアロエを混ぜ合わせたものを30キログラム持ってきたからでしょ。何のためですか、アロエともつ薬。アロエは知ってるわね、医者いらずです。要するに腐敗をさせない防腐剤です。そのもつ薬とアロエを30キロ持ってきて、イエスの死んだ遺体を棺桶の中に入れてやがて墓に入れるわけですが、その時にそれを塗ったわけです。僕先ほど防腐剤って言った。どういうことや、イエスは必ず復活するとパリサイ人のニコデモは知ってたんです。だからイエスがこの3日目復活しますから、腐ったらダメだと、体が腐敗したらダメだ、だからアロエと持つ薬を持ってきたんです。そういう意味なんです。こう普通に読んだら何のこっちゃなのかどうか分かりませんが、イエスは必ず復活する、だから腐らしちゃいけない、だから遺体に死んだ体に持つ薬とアロエを塗ったんです。もう一人の先の38というところにアリマタヤのヨセフとしていますが、この人はユダヤ人を恐れていたと書いてあるんです。この人は今で言うたら国会議員です。要するに地位も名誉もお金もあった人です。だからその人が私はイエスの弟子だなんて言ったら自分の地位を失っちゃうか、イエスはみんなから嫌われてるしっていうようなもんやね。だからもう黙ってたんです。イエスが素晴らしいと分かってながら、つまり旧約聖書の予言通りの方と違うかと思ってたけども言わなかったんです。だけどイエスが死んでこの遺体をどうするかという時になった時、初めて出てきたんですよ、勇気出して。ほんで今言ったように地位もありお金もあるから、そしてお墓を提供してイエスをそこに葬ったわけです。その時に先のニコデモという人は、この人もまた地位のある人なんですが、イエスのところに来てもつ薬とアロエを塗ったわけです。今でも皆さん医者知らずで言いましたけど、アロエは今でも日本に使うじゃない、アロエっていうのはね。それはそうなんです、この意味なんですね。さて次のページ、4ページもう少しお付き合いください。4ページの一番上、さて週の初めの日に
マグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た日曜日ですね。週の初めに引いてな日曜日です。ちょっとついでに言いますと、皆さんカレンダー見たら一番初め日曜日が始まってるでしょ。普通私の頭は月曜日からですね。今日は会社始まりだ月曜日だけど日曜日からなってる。日月火水木金土、ユダヤ暦なんです。まだ知らんうちにカレンダー使ってますが、ユダヤ暦です。だからここの一番初めに、さて週の初めの日にって、日曜日です。マグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。だからイエスが復活するとか信じてませんでした、この人は。 そして墓から石が取り除けてあるのを見た。大きな石が入り口に転がしてあったんです。蓋ですね。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来ていった。イエスが愛されたもう一人の弟子というのはヨハネです。このヨハネの福音書を書いたヨハネという人ですね。ほんで何を言ったかと言ったら、2の途中、誰かが墓から書を取っていきました。書をどこに置いたのか私たちには分かりません。私たちはって言ってるでしょ。だから一人で行ったんじゃないんです。数人の女の人が行って墓の中見たら、あれイエスの遺体がない、ああって言ってもうびっくりしちゃって弟子を呼びに行ったんですね。で3、そこでペテロともう一人の弟子、つまりヨハネは外に出てきて墓の方へ行った。次のことは面白い。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子が、ヨハネが、ペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。これどうでもいいことでしょ。ね、ペテロとヨハネが競争して、ヨハネが勝って中を覗いたら何もなかったんですよ。どうでもいいことやんか。ということは小説じゃないということです。これはもう、現物の、あるいは現場での経験です、これは。はっきり余計な文章やんか、これ。僕言ってるの分かります？ああ、だから自分の経験を率直に書いてねえなと。4、2人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペトロよりは早かったので先に墓に着いた。自分の経験です。そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。シモン・ペトロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく、イエスの遺体を包んだ天布と一緒にはなくて、離れたところに置かれたままになっているのを見ました。だから二人の男の弟子も、どないなってんやろ、遺体がね、どうなってんのやと思ったんですね。9、彼らはイエスが死人の中から蘇らねばならないという聖書、旧約聖書をまだ理解してなかった。イエスが復活するということが旧約聖書に書いてあったのに理解できなかった。そういうことです。